浦安の舞は、神楽の一つ。近代に作られた神楽である。扇舞、鈴舞1940年11月10日に開かれる後期2600年報祝会に合わせ、全国の神社で報祝臨時祭を行うにあたり、祭典中に武装する神楽部を新たに作ることが立案され、当時の宮内小学部の学長である、大野忠友が、 国風歌舞や全国神社に伝わる神楽部を下地に作曲作米した神楽部である。1933年の昭和天皇御生が神楽の歌詞となっている。後期2600年法粛臨時祭に合わせて武装するために日本全国で講習会が開かれ、海外鎮座の神社でも武装されるべく朝鮮、台湾などの外地へも講師が派遣された。 仕区会当日午前10時には全国一斉に武装された。以降、各神社で回れるようになり、現在に至っている。明治以降整備されてきた神社採取制度には女性による奉仕に関する規定がなかったが、前の制定により女性が神社に奉仕する機会が作られた。また、全国規模の講習会と武装の徹底は神社における神学部の普及に大きく貢献した。 なお、浦安の舞などの近代に作られた神楽は、国風歌舞や部学、神楽部を下地に創作されたものであり、講義では、雅楽の延長としても捉えられているが、神社祭祀に特化した新たな創作神楽であることから、競技では雅楽と明確に区分される。特に作曲、作米した、大野忠友は、日本神話を根拠とする神楽部の重要性。 日本文化におけるカグラの独自性を主張している。東京ディズニーリゾートの所在地として知られる、千葉県浦安市、舞浜地区の地名の由来にもなっている。浦安の舞は舞姫によって、一人舞、二人舞、四人舞で回れる女舞である。正式は四人舞である。舞は、前半の扇舞と後半の鈴舞とがある。二人舞、浦は心を指す古語であり、浦安で、 真珠の平穏を表す語であるとされる。また、日本初期に、昔イザナギの尊めこの国曰く、日本社浦安国。とあり、他の文献にも日本国の別称として、浦安国とあることから、仁義の安寧意部と国の平穏無事が、題名である、浦安の語に込められている。使用する楽器は、カグナブエ七力き、こと、太鼓である。太鼓は、 画学用のものを用いるのが主とされるが、一般的な太鼓でも差し支えないとされる。太鼓は表紙を取るのに用いられるが、太鼓がない場合は、尺拍子を用いる。使用する笛に関しては、かぐら笛を用いることが厳重に指導されており、流的、忍笛等の笛は用いてはならないとされる。また、弦楽器に関しては当初は、ワゴン、学奏両方の譜面が用意されたが、 続奏でも構わないとされたことからことでの演奏が普及し、現在に至っている。装束は、女房装束を下地に制作された、昭和15年に制定されたものが正式とされる。単、実、恋身衣も、日ばかまで構成され、扇舞で用いる非扇を取り物として、手に取る。特に青ずりの恋み衣を着用する点が、この舞が、 人儀祭祀に特化されたものであることを物語っている。後ろ姿鈴舞で用いる鈴は、舞の途中で氷汚儀と持ち帰る。また、額には花かんざしもしくは、全天眼をつけ、髪は後ろで束ねて、エモッとを結ぶ。髪が短い場合はか文字をつける。鈴、舞鈴舞略草束装束については、千はやとひばかまを略の装束としている。 千葉屋の青ずり模様は昇格をあしらったものが多いが、裏安の舞の略装束として、菊の青ずり模様をあしらった、裏安柄と称する千葉屋も用意されている。神社によっては、非王儀の代わりに、俗学の舞踊の舞踊に、非王儀と同様の飾り紐をつけたもので舞う場合もある。なお、合戦の略装束は、比較的安価で、比較的軽量であること、子供用も用意されていることから、 燃焼者が舞う場合は、ほとんどが、略装束となる。鈴については、保護鈴を正式とし、神楽鈴を代用しても良いこととなっている。どちらの鈴にも柄の端には5尺から6尺の五式の鈴糸口が付けられる。舞姫の化粧については特に規定はなく、一般的に女性が普通に施す程度である場合が多い。各神社や地域ごとによって、顔におしろいを塗ったり、 目元を強調したりといった特色ある例が参見される。鑑賞撮影可能なものは氏子等の少女が、法師本装束は高額であり、転用も効かないため経済的な側面でこれを調達できる神社は限られる。また、ほとんどが成人女性用に仕立てられるため、装束の重量や恋みごろもやもの長さの点で、工術の略装束よりも前の難易度が高くなる。 そのため、年少者が本小族を着用して舞うのは希少な例といえる。地域名の由来。浦安市。2020年9月1日閲覧。二十歳。小田。ディズニーの通説が覆る。舞浜の由来は、マイアミではないと公式見解。バズフィード。2020年9月1日閲覧。ありがとうございます。